ンソープラン、ンソープラン、ンソープランは、第二次世界大戦中に立案されたドイツ、占領計画の一つで、二度の世界大戦において、同盟国、中央同盟国、数軸国の中心的存在であったドイツら、戦争を起こす能力を、未来英語を奪うため、過酷な手法を用いる、懲罰的な計画であった。本来の提案では、 計画は三つの段階からなっていた。この計画は、アメリカ合衆国財務長官で、ユダヤ系アメリカ人のヘンリー・モーゲンソーにより、立案されたため、モーゲンソープランの名で呼ばれることになる。1944年9月16日の第二回、ケベック会談の席上、アメリカ合衆国のフランクリン・ディ・ルウズベルト、大統領とモーゲンソー財務長官は、レンドリー・スポー、 不期待予報に基づく60億ドルの支援を用いて、この計画に乗り切れなかった、イギリスのウィンストン・チャーチル首相を説得した。しかしチャーチルは新しくメモを書き起こして、暴言層の提案を縮小することを選び、この新しいメモで両首脳は合意した。合意されたメモの要点は次のようであった。この計画は、ルールとザールから戦争を起こす産業を除去するためのもので、 ドイツの性格を農業と田園の国に変えることが期待される。この計画の存在は報道陣に漏れたが、ルーズベルト大統領は会見で報道された内容を否定した。一方、ドイツでは、ヨーゼフ・ゲッペルス大臣率いる国民啓蒙、宣伝省が西部戦線でのドイツ軍民の提を呼びかけるために、この計画を利用した。占領下のドイツでは、 モーゲンソープランはドイツ占領基本指令1067号、JCS1067、公実及び連合国の産業武装解除政策の中に生かされており、全面的あるいは部分的な工業の解体と、残った生産力の利用に対し制限を行うことで、ドイツの経済力を弱体化させ戦争を起こす、能力を破壊することが意図されていた。1950年までに、 産業の水準化の事実上の完成により、西ドイツの706カ所の工場から設備が撤去され、鉄鋼生産量は670万トンにまで削減されていた。敗戦直後、ドイツは困窮していたが、占領軍は JCS1067 を根拠として、体力援助を謝絶した。1946年の年初、ハリー・エストルーマン大統領は、上下両院や、 国民の圧力に屈し、海外の援助組織が占領下ドイツに入り、食料状況を調査することを認めた。1946年の半ばには、ドイツ国外の組織が飢えた子供たちを援助することが許可された。1946年9月6日、国務長官、ジェームズ・カイ・バーンズは、シュトットガルトでの有名な演説、ドイツ政策の見直しにおいて、 欧州の相互理解を呼びかけ、ドイツの希望のある未来のために産業政策を見直すことを明言した一方でこの演説はドイツの共産主義化を防ぐために安定と復興が必要とするものでソビエト連邦に対抗するためドイツへの米軍の無期限駐留についても触れた冷戦の先駆けとなる演説でもあった。ここにン元ープラン以来の脱工業化政策が方向転換された。 1947年7月には悪化する欧州経済を回復させるためのマーシャルプラン策定に先立ち、ドイツの年間鉄鋼生産量に対する制限は、戦前の25%水準という数値から50%水準にまで緩和された。また、JCS1067 では、経済面について、ドイツ経済を維持、または強化する意図で、ドイツの経済回復へ向けて、 段階を踏み出すことを禁じていたが、この命令は、秩序ある繁栄したヨーロッパは、生産性の高い安定したドイツの経済的企業を必要とすると強調する、ドイツ占領基本指令1779号、JCS1779 に差し替えられた。こうして、防元総プランはほぼ葬られた。1951年、西ドイツは、翌年に、 欧州石炭鉄鋼共同体 ECSC に加入することを合意した。これは、ルール国際機関インターナショナルオーソリティフォーザルーア、イーヤが課していた生産施設及び生産量に対する制限のいくらかを除去し ECSC に移管することとなった。敗戦前のドイツは工業製品を周辺諸国に販売し不足する農作物輸入に充てていたが、 機械を奪われてそれができなくなり、敗戦後のドイツは飢饉に襲われた。カナダ人研究家、ジェームズ・バックのクライムス・アンド・メルセスによれば、戦後5年間で、ドイツ国内の民間人570万人、東部ヨーロッパから排除され、ドイツ本土に戻った、ドイツ系250万人、戦争捕虜110万人、合計およそ900万人が死んだとされており、 実際の死者数はこの数字をかなり上回るはずである。1944年の1月から9月初旬の間に書かれたとみられるメモ、モーゲン総財務長官の署名入りで、ドイツ降伏後のために提案された計画との題名付きは、ニューヨークにある大統領図書館、フラクリン D ・ディールーズベルト大統領図書館、博物館に保管されている。文章及び画像は、 オンラインで読むことができる。主な条項の要点は次の通りである。1944年9月12日から9月16日にかけてカナダのケベックシティで行われた軍交換による会議第2回ケベック会談でルーズベルト大統領とチャーチル首相を代表とする米国政府と英国政府は沢の協議と合意を行ったが、この中に モーゲン総財務長官のメモ言案に基づく、ドイツ降伏後の計画についても合意した。チャーチルが書き直した覚書では、ルールとザールにある戦争を起こす産業を除去し、ドイツを農業と田園を第一の特徴とする国家に変えることを期待すると書かれている。この覚書は、後に占領下ドイツで発行した産業非武装化計画とともに、モーゲン総プランの名で知られるようになる。 合衆国国務省の1944年ケベック会談における合衆国の対外税基文書の PP466-467 に署名入り予防書きが公開されている。ヘンリー・ジェーーゲンソー・ジュニア財務長官はルーズベルト大統領を説得して国務長官コーデル・ハルや陸軍長官ヘンリー・スティムソンに書簡を書かせている。この中でドイツが オランダやベルギーと同じくらいにまで復興することを期待するアメリカの占領政策は過剰に寛大であると述べている。またより良い政策はドイツ人に1日3食陸軍の食料配給所のスープを食べさせ彼らが残りの生涯この経験を忘れないようにさせることであるとも述べている。暴言層がルーズベルトに出したメモはドイツの脱工業化にとどまらず 主要戦争犯罪者に対する裁判抜きの逮捕と、重殺刑、ナチスト員、イン、支持者、軍国主義者、戦争犯罪者に対する軍事裁判よる処罰や、国外追放など徹底した非難地かも含んでいた。また、ーゲンソーは、ケベック会談に唯一内閣の成員として、招かれていた。モーゲンソーのドイツに対する態度は、スターリンのドイツに対する厳しい態度と非常に似通っていたが、 盲言僧は、親友で助言者だった財務次官補、ハリー・デクスター・ホワイトに影響されていた。ホワイトはこの後の1948年に政府の機密をモスクワへ流した容疑で、上院内務委員会の関門を受け直後に、休止している。ルーズベルトが盲言僧の提案に賛同した動機は、スターリンのソ連との関係を維持しようという考えと、ドイツは厳しく扱われるべきだという。 個人的信念であろう。1944年8月26日のオランダのミルヘルミナ女王への書簡では彼は二つの歯があります。ドイツ人に対して利他的になろう。親切心で彼らが再びキリスト教徒に戻ることを望もうという人々、もう一方はよりタフな態度を取ろうという人々です。私は明確に後者に属します。 私は地に植えているわけではありませんが、私はドイツ人に今回は彼らが戦争に乾杯したことを少なくとも分からせたいのですと述べた。しかし、スターリンはドイツの工業地帯を破壊すればソ連への賠償能力が失われ戦後復興計画が遅れることを危惧して猛幻想プランには反対していた。ソ連が求めた経常生産物賠償は ドイツ工業をなくして成立しないのである。もっとも猛幻想プランはルーズベルト政権内の激しい反対にあった。アメリカ政府は形状生産物賠償に積極的ではなかったが、不当に安い価格設定を強制することで莫大な再起を得てい、ドイツへの懲罰よりも実質的な形状生産物賠償を求める声が大きかったのだ。 1944年9月5日の大統領宛ての書簡では、スティムソン陸軍長官は、東プロイセンシレジアアルザスイコールロレーヌの割譲と、ドイツ分割、ルール地方国際管理といった予防策のいくつかを取れば、これ以上ルールの産業抹殺やドイツ貧困化までの必要はないと反対している。戦争犯罪者に対する処罰についても、裁判抜きの処刑に反対し、 国際法廷などを設立しての法的手続きにのっとった方法を埋めた。また、春国務長官は、盲言層が外交政策に考えられないほどの邪魔をすることに起こり、ルーズベルトにこうした占領計画を公表すればドイツは最後まで徹底抗戦し、結果多くのアリカ兵の命を失うと語り、自らの辞任まで失唆した。ケベック会談でチャーチェルエ首相は、 この計画の指示には傾かなかった。スターリン同様、ドイツの賠償能力が軽減することを恐れたのである。チャーチルは、スターリンのように、形状生産物からの取り立ては行われなかったが、輸出価格を国際的な市場価格よりも低く、設定することで再起を得ていた。ルール地方の石炭を、イギリス政府は、本来の市場価格の2分の1から3分の1の、 価格設定で買い叩いていた。ルール地方の破壊など、イギリス政府が受け入れるはずはなかった。1947年10月までの間において、西ドイツの輸出の75%は、対価が支払われていなかったと算定される。その意味で、形状生産物賠償は、西側占領地区でも、実質的には戦争賠償の一角を形成していた。ルーズベルトは、以前に、 テヘラン会談でスターリンが冗談でドイツ軍士官の5万人くらいは処刑すべきだと述べた際にチャーチル一人が怒ったことを思い出しチャーチルにあなたはドイツにこれからも金属製の家具を作らせるつもりか金属製家具の工場は簡単に武器工場に変わると説得したこの会談は一旦決裂したがルイズベルトは盲言層とホワイトに チャーチルの個人的な助言者であるチャーウェル教への説得を行わせた。チャーウェルは彼らに行き過ぎたナチスへの憎悪と復讐心を感じたと書き残している。チャーチルは当初は猛反対したが大統領とモーゲンソー氏が強く言い張ったので最後には私も検討になしたと述べている。アメリカの著名なジャーナリストコラムニストドリュー・ピアソンは百四十四年九月十一日に この計画を全米各地の新聞に配信されるコラムで暴露した。ただし彼自身はこの占領計画に好意的であった。ニューヨークタイムズやウォールストリートジャーナルは批判的な続報を行った。一方、ナチスドイツではゲッペルス宣伝賞がユダヤ人の猛幻想がドイツを巨大なジャガイモ畑に従っていると口を極めて罵った。反米、反ユダヤや 徹底抗戦のためのプロパガンダに猛幻想プランは、大々的に利用され、フェルキッシャーベオバハター神は、ルーズベルトとチャーチルが、ユダヤによる殺人計画にい、と報じた。これに対して、ワシントンポストも、ゲッペルスを助けるのはやめろ。この先完全破壊しか残されていないと考えれば、ドイツは死に物狂いになると論じた。 また共和党の大統領候補トマス・イ・デューイも1944年秋の大統領選挙活動でこの計画がドイツを熱狂的な抵抗に追い詰めると批判した。ジョージ・マーシャル将軍もドイツの抵抗を強めるだけだと不満を述べた。ルーズベルト大統領の義理の息子で陸軍省にいたジョン・ボーティガー中佐は猛犬層にアメリカ軍がアーヘン攻略で5週間もドイツ軍の抵抗にあった。 ことを説明し、盲ソープランは、ドイツ軍に30個師団分の援軍を下に、等しいと迫ったが、盲ソ層は、返事を拒んだ。またスイス駐在のオース職員もルーズベルトに対し、ドイツの新聞の翻訳とともに、いかに計画が、プロパガンダに使われ、ドイツの抵抗を強めているか報告した。報道された、盲ソープランの内容に対し、世論は、 否定的な反応を示したため、ルーズベルト大統領は、覚書の棚上げを厳明せざるを得なかったが、大統領は、ドイツ占領のための他の計画がないことを認めた。ルーズベルトの1945年春の死去により、ケベック会談での覚書が実行に移されることは、なかったが、ここに書かれた、政策案は、アメリカ政府の内部、特に、盲言層のいる財務省には浸透してお、 結果的にアメリカ及び連合国の計画に次のような影響を与えた。特に1945年5月10日にトルーマン大統領が署名を行った JCS1067 はアメリカ占領当局に対しドイツ国民に対する経済支援や再建支援はどのような種類のものもたとえ現状を維持する程度のものであってもはっきりと禁じていた。 ドイツ占領基本指令1067号は、ドイツの政治的非難地下、例えば公職追放など及び重工業の解体に焦点を当てていた。1946年1月、米英不 o による連合国管理理事会、アライドコントロールカウンシルは、ドイツの鉄鋼生産工に、戦前の生産水準の25%まで許可する、という上限を設けることで、 ドイツ経済の将来に足下をはめた。このため余剰設備となった製鉄工場は解体された。またポツダム会談の結果占領軍はドイツの生活水準をドイツと交戦したヨーロッパ諸国、特にフランスより低くなるようにする務めを負った。ドイツの生活水準は大強硬化の1932年並みに削減されることになった。1946年に調印された。 産業水準計画では1500の施設を解体することでドイツの重工業を1938年の水準の52まで削減すると記述された。JCS1067 の命令下では占領軍は石油製品、ゴム、商船、飛行機などの生産を禁じ自動車などの生産も戦争前に比べて極めて低い水準に抑え 農業部門以外の経済成長の手助けは行わなかった。こうした政策の執行によって生じる問題はドイツにいるアメリカ人官僚にとって明らかなものであった。ドイツは長年ヨーロッパにおける巨大産業国であり、輸出入を通して欧州各国の経済とかかっていた。それゆえドイツの機能停止と貧困はヨーロッパ復興の妨げにつながる。また、 ドイツで物資の急防が続くことは、占領軍の経費の増大を招き、占領地域救済税付金、ガリオア資金の不足という事態に至る。ヨーロッパ全土で貧困と食料を不足が続くことや、冷戦の開始で、ドイツ全土の共産主義化を防ぐことが重要となったことから、1947年には政策の路線変更が求められることが明らかであった。この変化は、 国務長官、ジェームズ・カイバーンズによって、シュトゥットガルトで九百四十六年九月六日に行われた有名な演説、ドイツ政策の見直し、リステートメント・オブ・ポリシー・アン・ジャーメニー、希望の演説の別名があるで明確になった。この演説で、猛言層プラントの絶縁が、将来のアメリカの政策であることが述べられ、経済再建へと政策を変更するというメッセージは、ドイツ人に、 将来の希望を与えた。1946年から1947年にかけてトルーマン大統領の施設団、ドイツとオーストリアに対する大統領経済施設団、団長してドイツへ派遣された元大統領ハーバート・フーバーは、1947年はじめにドイツの球場を述べ占領政策を批判する報告書をマタルシアスクレイ将軍らも、 ドイツの復興の必要性を訴える報告、ドイツに関する報告、マーシャルプランの元となったものを出しており、これらが占領政策転換の一助となった。西側諸国の最大の悪夢は、貧窮と飢餓に対する怒りがドイツを共産主義かあるいはナチズム復活に借り立てることであった。実際、ドイツにナチス政権が誕生した背景には、第一次世界大戦後、 敗れたドイツに対して戦勝国が課した懲罰的な賠償金支払いやルール占領などの過酷な政策に対する反発が一因である。1945年から1947年にかけて西ドイツ経済は坂道を転がり落ちるように悪化し、ハイパーインフレーションが進み、経済規模も国民の摂取する栄養量も戦後最低になった。 ドイツ各地では労働者による産業界大反対デモが頻発した。クレー将軍は報告書で1日1500カロリーの生活のために共産主義者になるか、もしくは1000カロリーのために民主主義の信奉者になるか、この場合選択する必要もないと述べた。また彼やそのスタッフは物資不足にあえぐヨーロッパにアメリカが大量の援助を行い支出を増やす一方、 ドイツの熟練労働者が何も生産できないでいることを疑問視し、ドイツが生産を回復して、ヨーロッパへ輸出を行わないと飢餓が広まるばかりだとして、1945年半ばに、盲言僧が長官を辞任して、以後も2年にわたり産業解体政策を続ける財務省出身のスタッフや占領軍当局に不満を示した。統合本部び クレイ将軍とマーシャル将軍によるロビー活動の結果、トルーマン政権はかつてヨーロッパ経済を支えていたドイツの産業基盤の再建なくしてヨーロッパの復興も内と認した。1947年7月、トルーマン大統領はドイツ経済の再生を禁じる懲罰的な JCS1067 を廃止し安定したドイツがヨーロッパの繁栄に貢献するとする。 JCS1779 を新たに発した。この変化の最大の例が、国務長官となったマーシャルが確立したヨーロッパ復興計画、いわゆるマーシャルプランであった。これに基づきアメリカは、ヨーロッパ諸国に対し無償援助でなく、大量の資金を貸し付け経済を再生させ、共産主義進出を防ごうとしたが、貸し付け先には西ドイツも含められた。 暴言層が提唱した産業解体政策を推進する占領軍当局者は1947年春に最後の一仕事となった古い銀行システムの解体を行った。これにより資金難に陥った銀行は長期融資ができなくなり経済はさらに落ち込んだ。また、重工業解体はこの後も一部では続行され、例えばハンブルクの巨大な造船所、 ブロームウントフォは1949年になっても爆破解体が続いていた。1947年初頭においても400万人のドイツ兵捕虜が国外で強制労働に従事していた。100万人がイギリス、フランス、ベルギーにおり300万人がソ連にいた。ザール地方のフランスによる保護国家も1957年まで続いた。ドイツ経済が回復に向かうのは 1948年に開始された通貨改革後に欧州最強の通貨とも呼ばれたドイツマルク誕生などの後のことであり朝鮮戦争を経て西ドイツはようやく経済の奇跡と呼ばれる急回復を見せる楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください